尺八を尺八ね。縦吹きを横に吹きたくて、この度、こういうマウスピースね、前は縦のマウスピースを作りました。で、今度は横のマウスピースで横笛尺八を横に吹いてみたくっての、以前に竹で作ったんですけれどもね、横に吹く尺八でドレミにすればっていうことで、新しくアルミの楽器ですね、横に吹けれる楽器。これね、まだ、開発途中ですっていうのは、尺八の口は以前から分かっておりましたので、そういう尺八の口を作ったんですけれども、横に尺八を吹くっていう横の吹く尺八っていうのはもう昔からないということで、縦しかないということで、この度初めてのことなんで、この横ね、この横が要は忍笛とかフルートとかいうのを研究したいんですけれども、それもないし、独自の開発になって、この口のここの幅とかね、長さとかね、それから口をどこへ持っていくとかね、ここに蓋するすらも爪をせなんだらならんちゅうのも知らんかって、以前は竹の分でここに蓋をしてやっとなったと。で、その竹の横笛に尺八を横に吹きたくっての横から引用させてもらって、この度アルミの縦のマウスピースと横のマウスピース横に今取り掛かったということで、やっとどうすればなるかということで今ここに取り付けたと。で、これも尺八の分で、これが、いい感だったかな、いいを鳴らすと、一尺六寸の分を鳴らすということで、縦の尺八ね、縦の尺八を横にするのに、ここの寸法ね、要は、歌口のこの寸法ね、だからここのこの鳴るところ、センター、これ竹の時に分かったんですけどね、この縦穴の真ん中がここの歌口の一番上ということで、寸法合わせたら、まあ約ざっとここ、ちょうどこれ、この長さに。差し込みも入れて、差し込み白もみんな入れて同じように差し込んで、ここと、で長穴がここ、まあ頭、尺八でいうこの頭ね、関東、この真ん中、横笛の横に吹くところの口口のこの真ん中がこの一番上だということが分かったということで、横の長穴はなんぼ20ミリと、でこの幅が十数センチミリですね。でそれを基準に、これ竹から引用してね、でアルミを作ったということで、ほぼ完成ですね。今度これを工場へ持って行って、この経緯で要はこういう
穴を開けてくれということで、今から、開発します、で量産します。それで、横笛ね、これをに尺八をしてみます。どうぞ応援よろしくお願いいたします。まずはこの長いのも、長いのもね、長いのも、多分一尺九寸 C シャープだから、いろんなもんがさせれると、まあ縦も一緒ですけれども、いろんなもんがさせれて、旋律がいろんな旋律を使えると、キーが変わるとね、だから、ここをもう少ししっかりと、ここね、今リング、ゴムのリングが、ね、1本ですよ、ね、この分は。でこの分は今2本入ってるんよ、こういって安定するようにね。で2本あれば空気抜けが少ない、今ねちょっと空気抜けしてますねこれね。そしたら鳴りが悪いと。でなるように、まあ、縦でこれ、こしらえていますけれども、これぐらいになるように、これもここをしっかりと二重にて空気漏れないように、今ここからちょっと漏れてますのでね、だから工場に打ってここをリング、オーリングのゴムを二重にしてもらってっていうことで、開発途中です。まあ、針もきちっと合うようになってきて、C シャープね、銅の半音を下と、半音上かシャープ、はい、それでこれが何だったかな、ちょっと差し抜くんだな、こうやっぱり二重にせんと入ったらブカブカなんやけど、ここリングを二重にして、いいやな、やっぱり。これでいいやね。一尺六寸ですね。これ、まあ、口がここやからね。これが一尺六寸の尺八のいい感。尺八のいい感も仕上がってます。どうぞよろしく、尺横も頑張りますので、こういったタイプにしております。ん、うん、これね、
尺横を作っております。仕上がったらよろしく、量産できだしたらまた載せますのでよろしくお願いいたします。